黒田家の女たち、光円、糸姫、ねね姫、菊。皆さんこんにちは。今回の歴史の細道は黒田家の女たちについて紹介していこうと思います。あまり浮いた話を聞かない黒田義隆ですが、彼のそばに女っ気がなかったわけではありません。義隆の母は風雅の人、黒田義隆の父元隆は播磨の御嫡城主穂寺政元に仕えます。政元は元隆に目をかけ、元隆24歳の時に明石城主明石正一の15歳になる娘を養女とし、元隆にめとわせます。同時に小寺姓と姫路城を与えます。もっとも当時の姫路城は現在のような豪壮華麗な城ではなく、館に毛の生えた程度のものでした。天文15年1546年、この女性を母として元隆の嫡男として生まれたのが義隆です。この女性は都育ちで風雅の道を心得ていましたが、義隆が14歳の時に亡くなります。それまでは学問もせず文芸一筋だった義隆が、これを機に打って変わったように和歌に没頭するようになり、文人大名への道を歩み出しました。義隆は16歳の時、80石で政元の近所に取り立てられ、永禄10年1567年、22歳で家督を継ぎます。同時に政元の媒酌で四方城主櫛橋惟貞の娘で政元の姪にあたる女性と結婚します。この女性の本名は分かりませんが、光円の雅号で呼ばれます。四方は現在の兵庫県加古川市四方町で、四方城と姫路城のちょうど真ん中に御嫡城がありました。光円の父の惟貞は以前から義隆に目をつけており、結婚の1年前には義隆に豪姿兜と銅丸具足を贈り、それは女水の赤格子と呼ばれ今に伝わっています。娘をめとわせ、なんとか義隆を取り込みたいと思ったのでしょうね。翌永禄11年、光円は嫡子長政を出産。戦国武将には信長、秀吉、家康のように多くの女性を取っかえ引っかえするタイプもあれば、明智光秀や高山右近のように一人の女性を大切に守るタイプもあります。義隆は後者のタイプで、嫡男も生まれ、光円にとって幸せいっぱいの時期でした。しかし戦国の世に穏やかな時は長くは続きません。義隆苦労の末の一万石。長政が生まれた翌年、義隆は赤松一族の棟梁赤松正秀を討ちます。天正3年1575年には当主の小寺政元を説いて織田信長への帰属を決め、自ら安土城へ使いに立ち、人質として8歳の長政を送ります。当時光円には長政以外に子はなく、これが永遠の別れになるやもしれぬと思いながら我が子の旅立ちを見送りました。天正6年には摂津の有岡城主荒木村重が信長に背きますが、義隆の主君穂寺政元は村重に通じていました。ならばと村重から離れるよう政元を説得しようと、義隆は有岡城へ乗り込みます。ところが政元は義隆殺害を村重に依頼、義隆は城内の牢屋に閉じ込められと、ここからは有名なお話です。結局人質として秀吉の長浜城にいた長政は竹中半兵衛に助け出され、美濃の菩提山城にかくまわれ命をつなぎます。政元のやり方に怒った元隆は御嫡城下の黒田邸に火をかけ、光円を姫路城に移し、
自身の保護下に置きます。1年後、有岡城が落ちると義高は無事助け出され、天正8年1580年2月には小寺政元が出奔、義高は小寺姓を元の黒田に戻します。3月には長政が4年ぶりに人質を解かれ、その年の暮れには黒田家は1万石の大名になりました。光栄にも久しぶりに我が子我が夫と暮らせる日が戻ってきました。長政の結婚。天正12年1584年、17歳の長政は秀吉の取り持ちで蜂須賀正勝の娘糸姫を妻に迎えます。その頃、正勝と義高が秀吉配下の双璧で、秀吉は糸姫を自分の養女にして長政に与えることで互いの結びつきを強固にできると考えました。輿入れの日、義高が大阪城へ途上すると、秀吉は糸姫の手を取り、これがそなたの家の花嫁ぞ、今こそそなたに手渡そうと言って花嫁を義高に託します。義高長政親子はその後ますます秀吉のために働き、四国征伐九州征伐を経て豊前六郡18万石を領するようになります。体よく遠方へ追いやられたとも言えますが、義高と長政は領内に横行する強力な一揆勢を鎮圧し、天正17年1589年、長政は家督を相続します。朝鮮渡海。家督は譲ったものの、まだまだ義高を使い倒したい秀吉。朝鮮の駅では名古屋城の縄張りを任され、その後3度も海を渡ります。文禄2年1593年の2度目の渡海では、義高らしからぬ大失態を演じてしまいました。囲碁が大好きな義高、勝負に熱中すると何を言われても耳に入りません。浅野長政と碁盤を囲んでいた義高は、石田三成ら三奉行との対面を後回しにしてしまいます。侮辱されたと感じた三成の讒言に遭い、秀吉の歓喜に触れ死罪を覚悟します。幸い長政の選考もあり許され、教区の意を表すため剃髪して女水と名乗ります。歓喜の原因は三奉行らとの戦術の相違が元のようですが、このような裏の原因もありました。慶長2年1597年、小早川秀秋の軍艦として3度目の渡海を果たし、この時は明軍相手に大いに軍功を挙げ名誉を回復します。しかし次男熊之助を失う不幸に見舞われます。熊之助はこの時16歳、元服前でもあり豊前中津城で留守を守っていましたが、父や兄たちと同じように自分も軍功をあげたいとの思いが抑えられません。同じ年頃の家臣と語らって、密かに中津港から朝鮮を目指し出航しますが、玄海灘で暴風にあおられ船は沈没、熊之助らは溺れ死んでしまいました。秀吉の人質として大阪の天満屋敷で暮らしていた母光栄は嘆き悲しみます。光栄が落職したのはこの時のようです。妻の入れ替え。慶長3年1598年8月18日、秀吉が亡くなると家康が動き始めます。まず手をつけたのが婚姻戦略で、これはどの大名も利用しましたが、家康は群を抜いていました。秀吉没後、大阪の陣までの15年間で子女や孫、養子4人、養女21人まで総動員して、あちこちの大名と姻戚関係を作ります。それも一度の縁組ではなく、
再婚、再再婚と手持ちの駒をフル回転させます。家康の手は黒田家にも伸びてきて、慶長5年6月、長政は蜂須賀家の糸姫を離縁させられ、家康の養女で保科正直の娘寧々姫16歳と再婚させられました。糸姫は4歳の娘菊を残して黒田家を去ります。阿波徳島に母親が暮らしていたので、そこへ去っていったようです。光遠寧々姫脱出作戦。寧々姫を迎えた10日後の6月16日、長政は家康の上杉討伐に従うべく大阪の天満屋敷から出陣します。義高は中津城にいたので、長政は家老の栗山四郎右衛門らに言い残します。太閤殿下が諸将の妻子を大阪に住まわせたのは、かような時に人質にするためである。三成も挙兵するなら、それに倣って人質を大阪城に幽閉するだろう。その兆しがあれば、直ちに母上と妻を本国に送るように。間に合わなければ両人を殺して、そちたちも自決してくれ。長政の言葉通り、すぐに大阪方の使いが屋敷にやってきます。大阪城の木幌衆に縁者がいた黒田家は事前に情報をつかんでおり、黒田家出入りの納屋庄左衛門という商人にかくまってもらう手はずを整えていました。しかし人質の脱出を警戒して、大阪方の手の者が屋敷を遠巻きにしています。栗山たちは夜を待ち、屋敷の裏手の壁を壊し、光遠と寧々姫をむしろで巻いて外へ運び出します。商人に変装した黒田の家人が待ち受けていて、天秤棒で担いで庄左衛門の家へ運び込みました。庄左衛門の家では二人を内蔵に住まわせ、身の回りの世話もすべて使用人に任せず、夫婦が面倒を見ました。夫婦の寝床の床板をくり抜き、穴蔵に畳を敷いて、いざ踏み込まれれば二人をそこへ隠す手はずまで整えています。無事に中津に。そのうちに中津から義高が使わした迎えの船が大阪湾に入ります。しかし大阪方も川や港に兵を乗せた軍船や番船を配し、出て行く女に目を光らせています。その目をかいくぐるのは難しく、栗山たちが思案していると、7月17日の夜、突然玉造方面の空に火の手が上がりました。大阪方の番船も警備の兵も一斉にそちらへ向かい、警備が手薄になります。今だ。黒田家の者は光遠と寧々姫を大きな木箱に詰め運び出すと、大阪湾で待つ迎えの船に何とか運び込みました。玉造の火は大阪方の人質となるのを拒んで自害した細川忠興の妻ガラシャの細川邸を焼く炎でした。7月29日、光遠と寧々姫は義高の待つ中津城に無事たどり着きます。女たちのその後。義高は関ヶ原合戦で両軍が疲弊した隙をついて、九州の兵を率いて攻め上るつもりだったといいますが、それは叶いませんでした。しかし長政の働きで家康から筑前52万3000石を与えられます。義高は筑前福崎を福岡と改名、福岡城を築き始めます。慶長7年1602年正月16日、完成した福岡城で黒田家親族一同が集まり、レンガの会を催しました。義高、長政はもちろん、光遠や寧々姫、糸姫が残していった菊も顔を揃えます。久しぶりに穏やかな正月を迎えられました。その年の11月、寧々姫はめでたく長政の嫡男忠行を産み、菊
くも長じた後に黒田家の家臣井上幸房に嫁ぎます。義高は城の三の丸に質素な家を建て、公園やわずかな家来と共に暮らしましたが、慶長9年の3月12日京都の伏見藩邸で59歳の生涯を閉じました。公園はその後23年を生き、71歳の時には長政に先立たれますが、ねね姫が長政との間に4男2女を設けており、長男の忠行は将軍秀忠の養女で松平忠義の娘をめとっています。寛永4年1627年公園は75歳で亡くなりました。我が子を亡くす悲運にも見舞われましたが、この時代に義高のただ一人の妻として生涯を送ることができました。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。